ヘンゼルとグレーテルはドイツの作曲家エンゲルベルト・フンパーディンクの作曲した全三幕のオペラである。原作は有名なグリームドーはヘンゼルとグレーテルである。台本は作曲者の妹であるアーデル・ハイト・ベッテで、はからずも題材と同じ兄弟コンビとなった。1891年から1892年にかけてフランクフルトで作曲され、 1893年12月23日にバイマルにて初演、後にロンドンやニューヨークでも公演された。フンパーティンクの代表作であり、ワーグナー以後、リヒャルト・シュトラウス以前のドイツオペラを代表する作品と言われる。また、ワーグナー以後に多く現れたメルヘン・オペラの代表的な作品ともされる。特に、ドイツ圏では今なお上演回数上位に位置する。 人気作であり、英米でも比較的人気が高い。原作である、グリム童話とは異なる設定が多い。最大の改変は、母親がほぼ普通な性格の実母になっている点で、そのため、ほぼ全面的なハッピーエンディングの物語である。貧しい法規職人の夫婦ペーターとゲルトリューと、二人の子供のヘンゼルとグレーテルが住んでいた。ある日、 留守番をしていた兄弟が言いつけられた仕事に飽き、遊んでいるところにゲルトルートが帰宅する。子供たちが仕事もせずに遊んでいることに腹を立てた。ゲルトルートはヘンゼルにお仕置きをしようとして、ミルクの入った壺を割ってしまう。唯一の食料がなくなり困った。ゲルトルートは子供たちを森へイチゴを摘みに行かせる。ペーターが食料をたくさん持って陽気に歌いながら帰宅し、 ゲルトルートは機嫌を直す。しかし、子供たちが森へ行ったことを知ったペルターが、森にはお菓子の魔女が住んでいて、子供を捕まえて食べてしまうと語り、二人は森へ、子供たちを探しに行く。森の奥で、兄弟は道に迷って帰れなくなり、火がくれかかる。眠りのせいが二人を眠らせてしまう。 炉の性のおかげで兄弟が目を覚ますと、魔女が魔法で作ったお菓子の家が現れる。家の中から出てきた魔女に二人は捕まり、食べられそうになるが、起点を聞かせて逆に魔女を退治する。すると魔法により閉じ込められていた他の子供たちも、助け出され、兄弟は、両親と再会する。作曲者フンパー・ディンクは、一時、ワーグナーの下で働いていたこともあり、その影響を大きく受けている。 フンパーディンクはこの作品により独立した作曲家としての地位と名声を手にしたが、この作品は随所にあるワーグナー風の作曲手法と、それに対して、軽快で明るい魅力を持っている。欧米では、クリスマスなどに子供連れの観客向きに上演されることが多く、そのため読み替え演出が、主流のドイツでも過激な解釈は控えられがちである。言語上演主義の劇場で、 薬師上演されるケースがあるのも同じ理由である。グレーテルはおそらく主要なオペラでは最年少ヒロインで基本的に若いソプラノが歌うことが多いが、やはりドイツオペラで若手の持ち役である魔敵の夜の女王と共にレパートリーとする歌手も多く、ルチア・ポップ、エディタ・グルベローバ、ティアナ・ダムラウラ、両方をレコードや映像に残しているスターがかなりいる。ありがとうございます。